はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、珍しいものを注文させていただきました。というのもですね、先日フォーリンデブハッシーさんが記事でね、紹介していたものがとても気になってしまって、即ねポチってしまったんですけれども、こちらのバトンピザっていうものなんですけど、5種類あって、それをいいよ3本ずつですね、計15本購入させていただきました。なのでね、今回の動画はこちらをいただいていきたいと思います。はい、ということで今ね、すべてのこのバトンピザを温めてまいりました。もうね、香りが凄まじくいい。お腹空いちゃったんで、早速食べていきたいと思います。いただきます。どれがどれだったか食べてみないとわからないので、僕もちょっとね、食べながら紹介していきたいと思います。まずね、これ確かマルゲリータかな。うん、うん、これうまっ。このピザね、あの釜焼きのピザらしいんだけど、この独特のね、香ばしさっていうのかな、それがね、めっちゃ香りいい。うめ、うん、これ次、なんだっけ、わかりません。あ、これうまっ。なにこれ、これなんだろう、あんま詳しくないんだよな。うん、これ多分あれだ、ジャンカルロってやつだ。うん、うん、ハム、ハムなのかな、トリュフっぽい香りがするんだよね。うん、結構塩気の効いたハムで、ジャンクっぽいんだけど、トリュフの感じの香りで、めっちゃね、上品にはなってんの。難しい。うまい。ちょっと次これかな。うん、うまっ、うまっ。これがマラリーナかな。うん、トマトの酸味とブロッコリーが入ってるんですけど、そのね、甘みがね、めっちゃうまい。あ、これめっちゃうまい。うまっ。うん。じゃ続いてこちらですね。うん。これがね、サルシッチャとほうれん草ってやつですね。粗挽きソーセージ、サルシッチャとこれ、ね、ほうれん草の香りすごい合う。あ、でもなんか香草なのかな、後からね、香りがふわってくる。あ、これ何本でも食べられるやつだ。うまっ。そしたら5種のうちの最後だね、ちょっとクワトロですね、これが。うまい。うわ、うん、まだチーズの癖がめっちゃ強いんだけど、これが好き。うん、まっ。はちみつを垂らすのがおすすめって書いてあったんで、後でね、ちょっと垂らしてみます。そしたら絶対にピザと合うと思いますんで、コーラを。最高にうまい。めっちゃ合う。でこれはお酒だ、絶対。ちょっとこの後用事があって飲めないので、悲しい、飲みたい。
このブロッコリーのやつめっちゃうまいな。うん、うわ全部目。それでね、さっきちょっと測ったら、だいたいね、1本が 200g 前後の量なんですけど、まあ、これ1本とね、サラダとかを買ったり作ったりして、まあ、お昼にとか、めっちゃおしゃれだし、すごいいいよね。まあ、1本1000円なんで、普段のランチとかに比べればもしかしてちょっと高いかもしれないんですけど、こういう本格的なあのピザを使ってランチを食べたりとかしても、めちゃめちゃ1日がいい気分になると思います。ぜひお楽しみください。うん。これ家にストックしときたい。うまっ。いいな、いつでもこれ食べれるの。うん。今食べてて気づいたんですけど、お手軽でね、スルスルいけるんだけど、やっぱピザだから満腹感がすごい。一本でね、満足感も結構ありますね。うん。そしたらこのチーズのクワトロのやつに蜂蜜つけて。これ絶対うまいやつだもん。いいよ。うん、うまー、うわ、これうまいな。このね、臭さと蜂蜜、最高にうまいわ。めっちゃうまいわ、これ。一旦ね、ちょっとこれ冷めていき始めましたんで、再度温めて熱々で食べていきたいと思います。少々お待ちを。よいしょ、よいしょっと、いってくれー。ほい、いや、温まりました。ついでに持ってきちゃいました、ノンアルでございます。マルゲリータは取っときたいから、これかな。これがね、一番お酒に合う。名前なんだっけ、塩ハムのやつ。温め直すと油が滴ってるもん。うん、これはもうダメだダメだ、我慢できない。おお、うまっ。うわ、これはお酒だ。うん、あっつっつ、あっつ、焼く前のものを冷凍してあって焼いてもちもちなのは分かるんだけど、もうすでに焼いてあるものを冷凍にしてもこんなもちもちなんだ。めっちゃすごいと思うんだけど、これ。うん、
チーズいいわ。チーズがいい。やっぱり最後は好きなものが残ってしまいました。これがマルゲリータと、あとクワトロですね。で、これすごいのがさ、ここ見てもらうと分かると思うんだけど、端までソースぎっしりなんだよね。でもこういうのがすごい嬉しいよね、食べてて。端っこからうまいもん。アマゾンでした。よいしょ。そしたら最後ですね、デザートピザって感じで取っておきました。ちょっとね、次はメイプルをかけてみようかな。よいしょ。これ絶対うまい。うまっ。メープルもね、めっちゃうまいんだけど、僕個人的にもおすすめの方に書いてあった蜂蜜の方が美味しいかも。確かに。最後は蜂蜜かな。いや、美味しかった。ごちそうさまでした。はい、ってことでね、ただいまバトンピザの方が全て食べ終わりました。5種類ともね、もう全部うまかった。各種うまみとか、持ち味が違うんでね、どれが一番いいっていうのを選びにくい。食べた結果ね、正直どれも食べたいみたいな、そんな感じでございます。商品自体も解凍して温めてっていう、本当に手軽ですぐ食べられるものなので、ランチからディナーからいつでも楽しめますし、5種類ね、皆様の好きなように選べますんで、ぜひね、気になる1本を買ってみて試してみてはいかがでしょうか。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。